スターティングラインナップ改めて確認してまいりましょう。大分トリニータゴールキーパーは下川誠吾、ディフェンスは上本大海、森重正人、深谷祐希、そして中盤ミッドフィルダーは藤田義明、ホベルト、エジミューソン、高橋大輔、そして前線いきましょう、ウェズレイ、金崎ムー、高松大輝、そして監督はシャムスカ監督です。さあそしてサブメンバー、こちらもご紹介しておきましょう。清水圭介、小林博之、小林亮、西山哲平、家永明宏、清武博士。先ほど長坂さんもずっとおっしゃってますけど、前の3人の選手も機動力がいきますんでね、そこのところを今までうまく大分は潰してきていたんですけども、だんだんちょっとそこのね、中盤の本当に真ん中辺りが飽き出しましたね。30メートル以上あります。これも直接です。山本正樹、シュート力があります。21歳の清水ユースからの、このトップチームに昇格してきました山本正樹です。アビスコカップでね、チャンスを掴んだ選手ですよね。そうですね、まあ、本当にこのミドルシュートというのは定評がありますのでね、これでも合わせてくるかなと思いましたけども、他の逆をついて思い切って狙いましたね、はい、続けてフリーキックのチャンスがありました。エスカマから前に送ります。岡崎との競り合い、森重守る、そして上本、どちらに入るか。ホベルト拾う、左には藤田もいる、左足のホベルトのシュート、ロングシュートを狙ってきたホベルトです。残り時間も頭にあったでしょう。思い切って打ちましたね。これね、やはりウェズレーが少しね、動きが少ないですから、はい、なかなか簡単には出せなかった。ちょうどディフェンダーと隠れてましたんでね、それもあってやっぱりもうここは思い切って打とうという判断でしょうね。また長いボールです。高松胸でトラップ。あ、いいプレーですね。エジミューソンには通さない。金崎のミドルシュートを打ってきました。ここは大きく外れていきます。いや、金崎シュート打ちますね。今日これで3本4本打ってるでしょうか。ここで前半終了です。非常に内容の濃い40をした金崎。ウェズレーが中央にいる、飛び越えて、出ていった。そしてその後のね、中の2人の動きがね、ものすごい、やっぱりウェズレーもね、パッと青山外してるんですよ。そうなんです。ですからこの2人のやっぱりこの入り方良かったですね、今ね。溝端博士社長の姿も今ちらっと映りました。ここよく、これ大きな大きな1点、ウェズレー飛び越して高松です。いや、いいとこ入ってますよね。下の裏でした、ね、ここはでもやっぱり青山、それから高木をね、はい、外したあたりが今この得点を生みましたね。後半ついに点が動きました。大分トリニータ、大分トリニータです。さあ、このチャンスを作る、ね、レズレーフリーだ、2点目、鉄壁に大分トリニータ、悲願に向けてまた一歩前進。大分がついに天下を取るか。県民の心の支え、そしてオラが町の誇り、大分の人たちにとって宇津市かトリニータは生活の一部になりました。そして選手交代が行われます。ラストプレーが近づいています。国立競技場、シュートを打てるかどうか。守りました。出せないですね。ここで長いホイッスルです。大分トリニータついに天下取り、県リーグから日本一に上り詰めました。これは J リーグが始まってから初めて。